香取慶孝は1978年ドラフト外で巨人に入団する。1979年に2軍から1軍に定着し、6月の中日戦で初勝利を挙げる。1980年は51試合に登板して防御率1点台と素晴らしい成績を挙げたが、同年オフに長嶋茂雄の辞任と王貞治の引退があり、幼少期からの憧れの人がいなくなることに衝撃を受けた。1987年には調子を上げ、抑えの切り札として活躍。登板機会が多かったことから香取の登板を告げる。ピッチャー香取は流行語になった。1989年は長年の疲労もあり、同年の成績は2勝3セーブに終わってしまうと、西武ライオンズにトレードされ、香取は巨人を去ることになった。